立場をわきまえろ。どの口で言ってんの？あんたがやらせたんでしょ。何を言っているかわからんな。即刻全員処刑せよ。こんなところでぶっ倒れても知らないぞ。その方が都合いいんじゃない？こんなことになってしまって本当に謝んないでくれる？ごめんなさい、すみません。ママに逆らうのが怖いならずっと人形やってれば。そうすれば私たちだって。笑わせないでよ。ママに逆らうのが怖いならずっと人形やってれば。私こんな顔してたのね。姫様。うん、我慢なんてクソくらいよ。この国のためですってバカ言ってんじゃないわよ。姫様。恐怖や絶望に飲み込まれては敵の思うツボです。もう私は我慢しません。大変、お魚さん。ハーレン、違う。いいえ、私たちだけじゃない。何？お待たせ、骸骨ビッチちゃん。もう他に隠し事してないでしょうね。ない。ふーん、あーちゃん、もしかしてあーちゃんなの？あーちゃん、マジかよ。考えろよ。ちゃんと考えてるもん。だからあれでしょ、あのただの攻撃だと避けちゃうから、邪魔しないでって。本当に魔法だって。私知ってる、この感覚。見たことある。プリンちゃんに何か人質にされてる人が